総慶理工学部2324シーズン、実際どれくらいの力が必要とされるか。理科は勝負する科目が守りの科目で、それをね慶応は嫌ってるんです。理科は数 A 以上に時間が厳しい。さあ、始まりましたアムチチャンネル。さあ、今回はヒラだぜ。どうも、早稲田学塾代表のヒラです。有哲くん。はい。今日はですね、視聴者の皆さんから非常にこうコメントの多かった、理系に対する話をしていきますよ。はい、まあ、なかなかね、こう、早稲田っていうと、どうしてもやっぱりこう、文系の大学ではあるんでね、理系っていうと、まあ、早稲田理工を筆頭に、まあ、教育と人科で、まあ、理系があるかなぐらいのところでね、今日はもう、言うなれば、総慶理工学部。2324シーズンベスト指導法動画みたいな。はい。何寝てんだよ。いや、もう1時間遅刻してきて、夜遅いんです。僕が盛り上げていかないとね。総慶を理工学部で受けようとしている皆さんに対して、こういう風に受かっていくんだっていう、もう合格バイブル動画みたいなものをねやっていきますから、もう全員見て全員この通りやれば全員合格とはいかないけど、勝負ごとなんで、それはね、だけど勝つ人はまず間違いなく僕のこの話の通りにやるべきですよっていう、そういった話になりますね。皆さん、この数字をご覧ください。早稲田理工の受験者数23年1791人、慶応の理工学部7627人。これはですね、早稲田大学全体の学部別受験者数でいうと、早稲田理工は第2位、10個ぐらい学部がある中で、はいはいはい、慶応に関しては第1位なんですよ。というふうに、実は早稲田慶応ともに受験者数でいうと、実はね、もうトップの方なんですよね、はいはい、っていうふうになってくるんで、非常にこう大きいマーケットなんですよ。まあ、ちなみに総慶全体での受験者数23年度を示しておくと、こちらになります。早稲田42265、慶応25921なんですけれども、はい、ぶっちゃけで言うと減ったなーって感じ、ね、めっちゃ減ったなって。早稲田って実数で言うと大体5万数千人、5万4、5千人とかで、で、まあ全体の受験者数がまあ10万人オーバーとか、まあ10万前後ぐらいの、そういうイメージなんですよ。ただ今の早稲田はやっぱ10万を切って、かつ実数ももう4万2千何ぼってなっちゃってて、これってむちゃくちゃ減ってるんですよね。これ実数が減るっていうことから来る弊害っていうのをちょっと心配してて、こうなってくると各地の予備校とか塾の総計に対する研究熱みたいなものがどんどん冷めていくんですよ。要は自分のところの校舎から行く人が多い大学への研究とかね、講座っていうものが充実してくるものなので、そこに強い先生が呼ばれたりとか。だけど総慶受けたい人の実数がこれだけ減ってくるってなると、やっぱりなかなか地域によっては困ってくるようなところも増えてくるのかなと、まあ、そういう方々はね、ぜひね、早稲田合格塾をご利用ください。実際どれくらいの力が必要とされるかなんですけれども、はい、これはね、よくやっぱり東大とか京大のやつらと同じぐらいの力をっていう風に指導する先生いるんですけど、はい、これ半分間違ってます。どういうことかっていうと、だって東大とか京大に受かるような人たちっていうのは東大京大行くんで、早稲田理工とか慶応理工に行く人ってのはどういう人かっていうと、東大京大東工大とか、あとまあ千葉大とかはね、あとまあ阪大とかからも来るんですけれども、はい、そういったところに受かる人じゃなくて、そういったところに落ちる人、あとちょっとで落ちましたぐらいの人と同じぐらいの力を設けてほしいというところなので、あんまりハードルを上に設けすぎないでほしいっていう話なんですよね。これが正確な立ち位置ですってことね。大丈夫、めっちゃ疲れてる。もうちょっとさ、あとちょっとがマジでね、授業何本やったと思ってんの。あとそして次に、普通のまあ理系の次第っていうと、やっぱり3科目でいいんですよ、はい、ね、数 A で理科1科目なんですが、総慶の場合は理科2科目が必要になってくる。おー、なるほど。これもまあポイントではあるんですよね。だからまあそこで負担が大きくはなってくるから、総慶理工受ける人は考え方として、数 A は当然頑張ってもらうとして、うん、理科は勝負する科目と守りの科目で、やっぱりこうイメージを分けておく必要があるということですね、はいはいはい、守りの科目ってのは何かっていうと、平均点を下回らないようにしてほしいなっていう感じですかね。それくらいの力があったらいいなというふうに思います。で、次にです、併願率注目していきたいんですけれども、うん、早稲田と慶応の併願率最近やっぱりこれも低くなってきてて、はい、早稲田で併願率 2.15、 ほうほう、慶応で 1.44 なんですよ。つまり早稲田の人でもせいぜいまあ2つから3つぐらいまでしか受けてないし、慶応の人なんていうのは1つしか受けてないっていう人もまあいくらでもいるっていうことなんですよね。だから皆さんのイメージよりまあちょっと実は少ないんで、だからこれが何を意味するかっていうと、まあこれは理系の人に限った話じゃないんですけど、総慶受かりたいんだったら併願率がこうってことは、昔以上に逆張りで数受けていくことによって、まあ合格率っていう話で言うと受かる可能性は高くなってくるよねっていう話なんですよね。力がある人でも勝負が1
1回や2回だとやっぱどうしてもねやっちゃうときはやっちゃうんですよ。だけど力がある人だったらやっぱり3つ4つって受けていったらまあそれなりに引っかかったりもするもんなので、だから数は増やしてほしいなというのはやっぱ僕は相変わらずありますということ。ただ理系の人はやっぱりなかなか3つも4つもとはいかないので、だからこれが僕のおすすめプランとしては総計の理工はどっちも受けた方がいいです。これはまあ僕がよく文系で早稲田の文と文工はどっちも受けろってよく言うんですけれども、それと同じぐらいな気持ちで早稲田と慶応の理工はどっちも受けた方がいいです。なぜなら皆さん気づいてないかもしれないけれども総計理工どっちも受かってもどっちかにしか行けないんですよ、うん、そうやそうですね、うん、そうだからどっちかしか行けないんだったらどっちも受けておいた方が、ね、どっちかに受かればさ蹴った人の分こっちで行けるかもしれないじゃないですか、ね、っていうことになってくるんで、だからまあどっちも受けておいた方がいいということ。そしてあと以前の動画でもお話したんですけれども東京理科大ここも受けた方がいい、あの第 1.5 志望ぐらいに考えてた方がいいです。やっぱり理系の大学っていうのは研究費がどれだけ国から支給されてるかってことでやりたい研究ができるかどうかっていうのがかなり決まってくるんですよ。東京理科大のすごいのは医学部がないにもかかわらず国から支給される研究費ランキングがトップ20とかに入るんですよ。これってすごいことなんで、だからむちゃくちゃ研究充実してるし、さらに言うとやっぱり大学院まで行く人が理系は多いんだけど、そこまで考えるとやっぱり東京理科大は非常にこう東大とか東工大にエスカレーターしていく人たちも多いので、だから大学院でなんなら早稲田慶応行ったやつよりもいいところに行けたりするっていう、ね、なるほど。次に慶応の理工を受けたいという方、慶応の理工の合格最低点見たことありますか？謎の文言があったの分かりますかね。で浪人生の方、各学問における正規合格者の最低総合得点を各学問の合格者数で重ね付けして平均した値である。なんかよく分かりにくいんですよ。簡単に言うと慶応理工ははっきりと合格最低点を明示してません。なるほど。慶応理工を受けるときに学問 A から学問 E までだったかな、4つ5つぐらいあるんですよ。学問っていうのがどれのスタイルで受けますか。で慶応理工の場合2年次以降から学科を選ぶんですね、はい、そのどの学問で入るかでどの学科に行けるかみたいなのが、まあ、ある程度分かれるんですけど、その学問から行ける学科が限られてたら話は単純なんだけど、その学問 A に入っても学問 B から入っても自分の行きたい学科には行けるなみたいなことがあったりするんですよ、はい、そうなってくると受験生が考えることって何かっていうと、うん、少しでも合格最低点が低い学問から受験しようってなるんですよ、はいはいはい、それをね慶応は嫌ってるんですよ。だから慶応は合格最低点のその学問別の平均値を出してるんですよね、絞らせないために、うん、っていうとことをやってるんで、この数字を平均としてあなたが行きたい学問の受験スタイルではもうちょっと合格最低点高いかもしれないし低いかもしれないってことになってくるんですよね。だからまあこれを目安にしてまあ合格最低点設けるしかないんだけど、あそういう意味なんだなぐらいに思っておいてください。こっから数字の話をしていきます。成績開示等のも含めて数字の話をしていきます。数 A 物科、まあ科っていう書き方したんですけど、まあ学部学科によってはあの生物になることもあります。基本的に早稲田は120、120、60、60で、慶応は150、150、100、100で、まあ360点満点と500点満点、こういう数字になってて、慶応の方がだいぶ1問あたりの配点も大きければ、まあ総合得点も大きいという話になってくるんですよね。この特徴として両大学ともに一応4科目受験科目が課されるんですけれども、物理と科学は一つの理科として受験が課されるんで、まあ理科の時間で物理と科学もどっちもやんないといけないんだなっていうことをまず覚えておいてください。早稲郷のまあ野村先生とか三上先生で理科の先生いるんですけど、よくおっしゃってて、まあ生徒からもよく聞くのがやっぱり理科は数 A 以上に時間が厳しい、終わるわけないっていう話を聞いてるんで、総計理工受かる人は取れる問題と取れない問題の見極め、これができないと受からないし、これができたら受かります。今から成績開示の数字を見せていくんだけど、平均点よりもちょっとずつ上を各科目で取っていくと合格できるようになってるんで、取れそうな問題を落とさずにもう平均値よりもちょこっと上を取ろうぜみたいなところをやっぱり実現できると受かるんで、だからね、あの見抜く目っていうものを育ててほしいなと思います。これは過去問やっていく中で養われていくんで、経験値として料理とかでもさ、これ以上焼きすぎると焦げちゃうなとかあるじゃないですか。一緒で入試問題もこう解きながら、あこれ以上は進めないなとか、これはできなさそうだなっていうのがちょっと触れているうちにだんだんとこう掴めてくるんで、そこら辺の見極めが大事だっていうこととともに、そこのラインをねできるだけ高いところに持っていけるあなたの実力、これも大事ですからね。だから勉強は頑張ってくださいね。さあ数字を見ていきましょう。早稲田理工合格最低点や平均点、こうなってます。成績開示データ標準化っていうものがないので、理工は
なのでこういう風になってますね。まず想像理工からいきましょう。この A 君は55、46、50という取り方をして合計151点と。で、合格最低点が179点なんですね。平均を合計した数字が 156.601。これ何を表してるかっていうと、平均点よりもあと23点だけ上取れば、もう合格するんですよね。この23点ってどういう数字かっていうと、数 A、理で、あと8点ずつ取ればみたいなことなんですよ。うんうん、じゃあ例えば森田先生ね、英語で言うと、早稲田理工の英語って、まあ問題数とか、まあ問題のスタイルにもよるんですけど、大体1問3、4点とかが一番多いと思われるんですよ。うん、ってなった時に、あともう3問取ろうぜとか、平均より。そういう話なんですよね。うん、なんとなくいけそうな感じがしてきませんか？難しいけど。理科とかも、まあ2点から4点の問題が結構多いんですけど、理科とかも、あともう3、4問取ろうぜみたいな。平均点より、みたいな。ことで言うと、まあなんかいけそうな気がしてきませんか？とはいえね、これだけのことが結構大変ではあるんですよ。あるんだけど、はるか向こうのなんか地平の彼方の届かない海のそのさらに向こうみたいな。そういうところじゃないんですよ。早慶理工の合格って。次行きましょう。機関理工。機関理工に関しては、これね、ちょっとね、落ちる子に少し多いタイプではあるんですけど、まあ、この子はちょっと理科も優秀ではあるんですけど、数学がむちゃくそできるんですよね。平均 60.785 な中で、数学の点数86取ってるんですよ。素晴らしい。英語がね、平均下回っちゃってるんですよね。で、理科も素晴らしいから、あともう3点で受かったんだけどねっていうところではあって、なんならもっと数学できてなくてもいいから、英語でね、もうちょっと取れてたらみたいなところでもあるぐらいなんですよね。まあ、英語、まあ、平均プラスアルファっていうね、ところ。平均は下回れないようにしたいですね。難しいけどね。森田先生の今年の早稲田理工のね、好評動画あると思うんで、これ聞いた後でもう一回見に行くと、多分すごい違った視点で見れると思うんで、見に行ってみてください。次、先進理工。先進理工に関しては、これちょっと特殊です。理科の数字がですね、得点配分が2対1になってるんですよ。先進理工学部の学科にもよるんですけど、まあ、物理2対科学1だったりとか、はい、科学2対生物1とかね。うん、なんか、そんな感じで、こう、学科によって理科の得点の配分が2対1になってるんですよ。他の2学部は60点、60点なんですけど、まあ、そういう形にはなってるから、まあ、例えば物理が俺得意だぜみたいな人とかが、ここ、先進理工で狙ったりすると、うん、これ、勝てるんですよね。理科が得意、物理が得意だったりすると、勝てますからね、この学部。だから受けてみることをおすすめします。ということで、ちょっとまとめるんですけれども、早稲田理工に受かりたかったらば、やっぱ数学は勝てる科目にしておきたいというのは僕の希望ではある。数学勝てるとマジ強いっす。平均点プラス10点でいいから取りたい。最低でも。目標プラス15点。ここからなんですけど、僕ね、今までの動画では、理科も1科目はね、ちょっとこう勝負できる科目にしておきたいよって言ってるんですけど、近年、ちょっとだけ、早稲田と慶応の理工の合格のハードルっていうのが、問題はもちろん難しいんだけど、印象としてはちょっと下がりました。なので、他3科目は平均プラスアルファあれば受かるかな。本当に5、6点とか。うん、まああれば十分だと思うんで、まあ数学は勝てる科目にしておきたいが、他3科目は平均プラスもう3、4問ぐらいでいいよみたいなところで、まあ合格を狙ってみてほしいなと思います。あとはまあ、1問あたりの配点がまあまあ高めではあるんで、早慶の理工って。他の早稲田の学部と比べるとやっぱりわかりますよね。小学部とか文学部とかって200点満点とかだけど、やっぱり早稲田理工って360点満点あるんで、やっぱりそれなりの1問の配点の大きさってあるから、本当にあとちょっとしたことで逆転できるんですよ。ということでまあ、繰り返しになりますけど、早慶ともにできそうな問題とできなさそうな問題を見抜く力、どこまでいけそうかを見抜く力、引き時ね、これ数学とかだったら部分点とか来るから、引き時もね、やっぱりこう見極める力があるとすごく平均以上ぐらいはいけるんで、頑張ってみてほしいなと思います。で、最後に慶応の方を話して終わりたいと思います。慶応理工は成績開示データちょっと集まらなかったんで、これでお話しします。慶応は150、150、理科に200と。で、慶応は平均点を公開していませんが、ただ、総合の平均得点は公開してあって、23年は 249.21 でした。で、合格最低点が290。まあ、あと41点なんですよね。まあ、これね、他の年度を見てみるとわかるんですけど、大体ね、慶応って22年はすげえ高かったんですよ。で、20年も高かったんだけど、大体、まあ、260とか270とか280。このあたりがなんか割と過去の合格最低点データ見ていくと、まあ、一番多いかなという印象ですね。300超えてくるとちょっと高いなーっていう感じなんですが、でも、これから過去問やるでしょ、皆さん。成績標準化がないのに合格最低点が高いっていうことは、問題が優しめだったってことではあるんで、まあ、22年、20年の順で過去問にチャレンジしていただけるとおすすめですよっていうのはちょっと言っておきたいなと思います。慶応理工ね。慶応理工、あと41点平均点よりも多く取れば合格だったっていう、これって、慶応の数値全体で言うと、1割未満なんですよ。8% なんですよね、得点の。これ、早稲田理工で換算すると360点満点だから36点未満なんですよ。だから、ここでもやっぱりわかるんですけど、平均プラスアルファ
ファー取れたらはもうこれ本当に受かるんですよね数学英語で理科2科目とかであと10点ずつとか取ればでしかも早稲田と比べるとかなり1問あたりの配点がまた大きいんで慶応だから本当にあとちょっとのことで逆転合格できたりするから絶対早慶理工はどっちも受けた方がいいですこれ。なるほど、うん、あの簡単って言ってんじゃないよ難しいけどでも合格って本当に遥か向こうの話じゃないから、まあ、とにかく、はい、早稲田も慶応もなるべく数学で勝って他の科目で平均プラスアルファのところそれとも数学はまあちょっと平均トントンぐらいにしておいて他3科目で平均プラスプラスアルファぐらいにするのか、まあそれで戦略を練っていただけたらなと思います。一気に喋りましたが、23-24 シーズン頑張る皆さんの、まあ、合格バイブルになるような動画にしてみました。ぜひ頑張っていただけたらと思います。やっぱ利口な人が分かるんだよ。